もし俺ない、今日はなんか、ええ、ラジオの収録って聞いてですね、お邪魔させてもらおうと思って、ですです、よろしくお願いします。お願いします。宮崎サンシャイン FM さんで唯一レギュラーをやっている、極楽とんぼ山本圭一のいよいよですよです。さあ始まりました、極楽とんぼ山本圭一のいよいよですよ、第51回、本日は4月19日、生放送でございます。どうもです。今日なんか助っ人来てませんか、一人。助っ人になるかどうかわかんないですけど、ミネです。あざーす、こんにちは。ミネとももう付き合いがもう20年来になるんですけれど、20年前は、まあ、甲子園球児でございましてね、甲子園に行ってるわけですよ。なんで野球が上手で、でうちの草野球チームも入ってきたんですけど、それがね、約20年ぐらい前ですよ。で今はもう49 ほら1個上だっけ俺の。違います、41になりました。ああそしたね。そうですよ、8個下ぐらいかな。なんていうんですかね、私よりも年齢的には下ですけど、8個、まあなんですかね、体的にはもうなんか20個上ぐらいな感じのおじいさんなんで、まあなんですかね、おじいさんを大切にしていきたいなと思っている今日この頃でございます。頑張ります、おじいさん頑張ります。今日はじゃあ、はい、邪魔にならない程度で山さんのラジオの方ちょっと、そうですね、はい、お邪魔させていただきます。邪魔にならない程度ね、はい、よろしくお願いします。たまに邪魔になるかもしれないですけど。いや、邪魔しないでください。ちょっと邪魔しちゃうかもしれない、うん、ちょっとですよ、はい。あれ、なんかまた一人、また一人なんか、お疲れ様です。どうしたんですか、これ。どうしたんですか、なんかこの、はい、これはですね、全国の、若社長という番組を撮っておりまして。バカ社長じゃないですか。宮崎のバカ社長という番組を撮っておりまして、でちょうど来られました、マルショー建設のバカ社長、柳田です、どうも。今日は取材ですか、私の、はい、ドキュメンタリーで。バカ社長ですね。やはりバカ社長ですね。バカ社長ですね。あなたを追っかけるような番組はございませんよ。4月、あと来週の放送で丸1年になるんですか。そうですね。えのきださんもですね、実はこのラジオの、まあ、サンシャイン FM というのは、なんすかコミュニティ FM なので、その町のいろんな方々と、レギュラーをやっておりまして、だからタレントさんでも何でもないです。普通に、建設会社の、バカ社長が、パーソナリティをすると、アシスタントをするといった感じでございます。で、今お子さんが3人。そりゃなるわ、そらそんなラジオ番組です。皆さんも聞いてください。サンシャイン FM で、アプリを取ったら無料で聞けます。無料のアプリとなっております。あちゃあちゃーなるわ、それは。あちゃーってなるね。で、今お子さんが3人。なるわ、それは。